はい、ナチュラルレッションです。先ほどもですね、インスタ見ましたっていうので、お越しいただいたこのアクロの中ですね、本当に嬉しい限りですけども、いただきました。で、その資本的の特徴ですね、お客様の、感想の声から、ちょっと私も5段階楽しめるというような感じで思ってます。まず見た目ですね、この大きさ。普通のね、よく売られているシフォンケーキよりも実は大きくできてます。特殊な型を使ってまして、大きなシフォンケーキ、ボリューム感のあるね、シフォンケーキに仕上がってます。そしてそのボリュームに反して手に取った時にふわっとね、ずっしりくるかと思いきや、このふわっとね、なる。よく前手渡しで、ね、今袋で結構入れてますけど、手渡しで渡す時なんかね、思わずこうポロポロって落とそうになっちゃうっていう、そんなシフォンケーキです。はい。そしてですね、次、包みを開けていただくわけです。開けた瞬間に各フレーバーの、ね、香りがします。こんにちは、オーガニックのシフォンケーキ販売してます。よかったら見ていってください。で、包みを開けた瞬間にね、フレーバーの香りがファッと香りますので、その香りもまず楽しんでいただきたいです。そして、このシフォンケーキを食べていただくわけですけども、口に入れた瞬間ですね、ふわんふわんの食感をまず楽しんでください。そして、飲むのがいらない、ね、口どけとろける食感、これをぜひ楽しんでいただきたいです。まあ、味もね、もちろんなんですけど、味もしっかりね、こう、なんだろうな、しっかりとした、ね、素材の味します。はい。甘さも控えめで、南部小麦とかね、小麦の、まあ、新鮮さとかそういうのも影響するのかもしれないですけど、非常にね、フレーバーとしての味見も楽しんでいただいてます。まあ、食感っていうのもね、非常によく、お話聞くところです。はい。そして、食べました。その後ですね、余韻があります。はい。さらにまたね、そのフレーバーの香り、これがね、お口の中にこう嫌な感じじゃなくね、いい感じに残って楽しんでいただきますので、そこまでしっかり楽しんでいただけたら嬉しいです。そして、ね、皆さんほっこり笑顔になっていただきたい、ね、口に入れた瞬間ね、うーんって言ってね、笑顔になっていただく方が多いみたいです。はい。嬉しいです、これこれってね、よく言ってたんですけど、こんな感じでフレーバーとしても楽しめますし、食感も楽しめます。そんなね、ふわふわ食感、皆さん笑顔になるシフォンケーキを販売してます。よかったら、今日ちょっと数少なくなりましたけど、まだこの分ありますんで、見に来ていただけたら嬉しいです。まあ、アクロの中なんでね、十分お気をつけていただきたいんですけど、はい、そんな感じで、自身にご褒美も結構ですし、あと大切な方へのね、お土産とか、あとはご家族にね、買っていきますって方でも全然ので見に来ていただけたら嬉しいです。はい。で、それでも多くの方が笑顔になっていただけたら嬉しいです。ということでした。